インターネットをご覧の皆様、おはようございます。おっさんですがヤングです。今日もネチケットに気をつけて頑張ります。はい、よろしくお願いします。あのさ、普通さ、違うね、後ろで抜くのはお店の看板やでな今日やるパチンコ屋さんが大体バックにあるのが、うん、これパチンコ的なやつの普通のことですから、そうそうそう、なんで長寿丸やねんっていう話なんですけどまあそういうことですから、まあ、しょうがないですということなんで、はい、今日も、ウエスタン浦安、柳通り店さん、来てます、はい、そして、抽選、26番、はいはい、皆さんは、北斗とかカバネリ行くと思うんですよ。なるほどね、はいはい、でもねヤングさんは行きませんもう決めてますもんね。ヤングさん行きませんっていうか今日決めてますか。行けませんっていうか今日はもう行けません。今日はね、まあなんとなくですけど、もう市岡さんの方から、からくり打てよ、打てよとは言ってないですけど、市岡さんが見たいなお気に入りなんですって、からくりサーカス。なんか自分がたまにちょろって座ったらなんかいきなりなんかスイカとか引いて AT 入ってちょっと出たからからくり面白いってなってるんですって。俺な、この前大阪行って7万2000負けたやん。そんなじゃあ取り返そう、じゃあ取り返せばいいじゃん。間違えた、金沢か。取り返せばいいじゃん。それをね簡単なことやみたいな感じで言いますけどなかなか難しい。返り道もあるからね。あ、まあまあまあ、倍で食らうみたいなことが。でも今年調子いいですから、うちのチャンネル。まあね、今年は調子いい方ですよ。なんかいい感じで、だから今日でかい落とし穴にはまり込むんじゃないかっていう。 いつもその危機感を持って白本クリニック広場でゴロ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 なんか20回転ぐらいせんといけんとちゃうかなっていう予感がありつつ、怖い台ですから。でもやっぱ夢の 7.6 枚っていう、そうね、7.6 台、超からくりサーカスっていうね、やっぱ夢のステージが用意されてるわけじゃないですか、はいはい、今日2分1の勝負ですから、はいはいはい、それを取れるか、数少なくても全部2分1クリアしてたらいけるかもわからない。そう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 ですね、まあ、そんなこんなでね、7万負けも視野に入れつつ、はい、今日も頑張っていきたいと思います。いきましょう。多分ね取れるとは思います、はいはい、ヤングさん VS からくりの戦い。いいですね。今日はとくとご覧ください。楽しみ。行ってまいります。はい、聞こえます？聞こえます。セッティング終わってから打ち始めてください。なんでや、何引いたの？え、今なんかチャンス目みたいなやつ。チャンス目っぽいの引いてたよ、うん、そんな強くないよ多分、うん、じゃあちょっと改めてちびかめに向かってスタートしましょうよ。あ、こちらですね、はいはい、おはようございます、ヤングさんでございますからくりやりましょうね。7万負けんの嫌や。やだよ。今日は僕も打ってるつもりでやってますから。いや、つもりかどうか知らんけどさ俺財布の金の話してんだよ。お前のつもりがどうとか。僕もつもりで。これさっきのチャンス目からの発展やろ、はい、まあ特にないと思いますけど。あ、面白い面白い。残念。笑わせないと死んじゃうからね。そう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 。やっぱね、ゾナハ病ですよ、ポイントはね、はい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 、そういう病が流行ってるんですって。そうなんです。人を笑わせないと。あ、そうです。呼吸が苦しくなっちゃうっていう病気かみたいな。あ、とっくに死んでますよね、僕らね。あー、もうあの滑り倒してな行けん、あー、もう行けんって滑るよ、この人あ、笑ってくれた。あらららら、天井が減ります。どんぐらいだろう、アルルカン。いつもこれやん。アルルカン。やったー。まだまだってならんかな。笑ってもっとベイベーってことでしょうね。そういうことそういうこと。素敵にオンマイマイの。うん、インニョサイのやつやな、はい。もうお前このボタンが好きなんやろ。あ、そうそう、歯ブラシね。うん。これが最高よ。今更やな。いやいや、なるよ、なんだよ、なるよ、サミーのもなるよ。おお、ほら、マヨサーが来ました。これ何章かで厚さもあるんでしょ。これ多分あると思う。まあこれいわゆるやつよね。はいはいはい。緑、よし、赤いったらあるよね。うん、まあチャンスゾーンでしょ、あとあの、うん、ドン。緑か。11幕は何、え、どう、なんかいつも1か11なか25なイメージがあるんだけど、うん、買っちゃえ。
いや無理やろ。ない、うん、まあ、まずチャンスゾーンを早めに引きたいですよね。引きたいです、当たりたい、本当にそうです。1万ポンすりました。早いね。300ギリ回るか回らんかですよ。短縮もあんまできてないもんね。今日確か10万持ってきたっけな。ちょっと待ってください。やる気ですね。7、8、9、10、11万持ってきた。11あった、2万円目、2万円目バシュン。これ2万円当たらんかったらさ、うん、どうなると思う？タバコいく。まあ、さすが天才。分かってます。なんだ、もう吸いたいもん。もういく？いや、やめて。もうちょい待って。ああ、500だって。もうすぐ、あ、もうすぐ600が来る。600で触る。600はね、結構ね、あの本気のやつですよ。あ、白金の人みんな銀髪なのよ。どうも白金です。かなり白金なんです。あの新参者の白金56歳になります。もうすぐね、つつか者ですが、デビューは遅いけど頑張ります。白金一族として。そうだ、さあ600、ああ行っちゃうかな。これが来ると行っちゃうんだよね、エピソード。もうダメだ。さあ2万円吸っちゃいました。良きところですが、タバコ吸いに行っていきたいと思う。あ、ダメでした。押したがるね休憩、はい、タバコ行きましょう。まあ、まだまだこっからですから。そうですね、はい、それはよく分かってますよ。全然ですよ。あ、なんでみんな当たっとんのや。この人当たってんね。よいしょ、3万円目、はい、通常時最大1200ゲーム、1100ゲーム以上ハマった場合は次回の天国が最大300に短縮です。これがハマんないようになるんですよなんかようできた、それ分かってますけど、そこは行かないっていうのがお約束ですから。なるほど。長いなこの旅が。この旅がですよ。朝一からこんなですよ。900行きました。ここから100はもう本当消化ゲームです、うん、これなくなったら3万円です、はいはい、さあ言って1000いってます。天井ストッパーをご覧ください。おお、11万持ってきたとか言うとるけど、まだ1時間ちょっとでもう4枚目やぞ。3万吸っちゃって、あと2000円ぐらいですかね。当たっちゃうやつですかこれ。どうでしょう。さあここです。これ赤まで行く流れのやつじゃないですか。もう一回来る。あ、来た来た来た。これ上がるんじゃない。やめどんやか。ついに来たゾナハ病は俺が止める予告。ああ。これがそうなの。逆に当たっ何がいいの。天井ストッパー。天井ストッパーってことなの。1057です。ああ押した。歯ブラシ押せ。歯ブラシ押した。気持ちいい。押し込んでやりました。よし、金文字1061ゲーム、923、3万2000ポン、まあ、3万1000ですね、ほぼね、はいはい、こっからですよ。こっからですよ。あ、直撃コラコラしたもんね。行きました。チャンスゾーンじゃないんだ、うん、行きました。天井の恩恵ってチャンスゾーンじゃないの。あ、チャンスゾーンだから行くのはええやつやで。いい方だよ、ね、そうそう、天井でもチャンスゾーンだから。そうだよ、ね、行きましたよ。まあとりあえずそうやで、150枚だよねとりあえず、はい、あー、なるほど、はいはい、おーしよしよし、当たりました当たりました。とりあえずはな。あ、なんか通常 C だったんだね多分。なるほど。 A と C はゾーンの偶数は一緒なんだけど、うん、通常 A だと天井で当たるとチャンスゾーンだけど、はいはいはい、通常 C は当選時は AT 当選だ。よかったってことですね、うん、そうだね。いたモードがよかったよかった。やっぱ半分終わっちゃった何も来てない。よし、やっとや。外れて、外れろ。ソロンのんかい。
枚数ない乗らんな、何にもな。スイカだとめっちゃ乗るんだよね。あ、乗るときはな、めっちゃ薄いらしいけど。おーおーおーお、やばいやばいやばいお、終わっちゃうぞ、これがベル。あ、終わった終わった終わった。あ、危ない。うわ秒マクアイチャンス頑張るしかない。はい、 18% やろ。レア役、ひどいひどい話ですよ。今まで散々引けれんかったやからさ、潜れ。ダメだ。あ、お、いいんだよ。あ、あ、ないか、行ったか。おお、うまいね。あらだっすもん。どっちか逆か。セーフ。もう一回やろう。あ、引いたぞ。なんか引いた。これ強制やろ。よーい、乗る乗る、やれ始めたんじゃないですか。どうしたのヤングちゃん、うまいよ。こっからやぞ、ほら後期やろ。今強制やぞ。なんか乗るよね、絶対乗るんだよ。あ、バトル。あ、もうバトル。強いやつやん。こいつ強いんだよなあ。勝ったことない。なあ、あいつ勝てないもん。絶対こうなる、勝てない。ひどくないですか、強制引いたのに。強制って上乗せ確定じゃなかったっけ。なあ、後で出てくんのかな。後出しあんの。さあ、おー、なんか、あー、来ました。バチェバ青だからね。青はなかなかやろう。ドン。青はな、青はな、終わっちゃう。来ました、上の。あ、これがあれじゃない、これでしょうな、後乗せじゃない。うん、強制の分だと思うよ。ええ、白金さんや。50枚、あ、50もらえた。いや、なんとかしよう。450枚で終わったらいけんて、はい、あー終わった。ちょっとまたやるしかねえ。やるぞ。あ、あ、さっき演出あったもんな、あれがな。うん、ダメだ。431、はい、3万円使って3分の1も返ってこなかったです。3万2000円で。お昼か。そうだね。何分や今。12時前。行くか、行くか。さあ、ということで銚子丸でお寿司を呼ばれてきまして、美味しかった。この後後半戦、はい、現在3万2000本使いまして、はい、425枚、はい、これを使っていきたいと思います。秒でなくなるやろうな。この歯車は一応ね、持ち越してますから、はいはい、朝市は朝市天井っていうか、朝市は C にいる可能性が高いっぽいから、はいはいはい、ちょっとだけ美味しいんだ、ね、そういうことですね。あ、行った。赤まで行かんかな。いや、まあそこだよね、うん、はい、これで上がる。はいはい、緑。予定調和だから。あ、予定調和です、本当予定調和です、完全に。ドン、いかん、ほら。おろろろろろろ。でもパチってこれ光ったらかった。一回消えたね。何、でも通常目だから当たった。当たるってこと。当たったってことです。だってチカチカってしたもん。いや、これはどっちなんだろうね。ああ、チャンスゾーン、うん、なのか AT なのか。いや、これはチャンスゾーンじゃないですか。かな。すごいね。何、天国。ありがとうございます。天国ってやつですよ。シャーギドーゴーン、勝った。よしよしよし、やったるぞ。いいよ、流れ変わってるよ。頼むぞ。
さあここだよ。デウスエクスマウ機械仕掛けのやつです。そうエクスマキナ。よーし頼む頼む頼む。リプレイでいいの、リプレイでいいの、リプレイでいい。来たか？いやーもうこれやねん、これやねん、これやねん。よーし、よしよしよし、リプレイです、リプレイ。まだ引いてないよ、リプレイあるよ。で、あーうわー、なんでそうなんのや。ほら、おっせんだ、1ゲーム。もう一回、もう一回、もう一回。3枚ベルでも何でもいい、何でもいい。次大事、次がリプレイでいいんです、リプレイで。一回も引いてないやろ。一回引いたよ。あ、一回引いたか。今だまんやろ。いったやろ。だーお前は楽しんだかもしらんけどな。あーもうこれやねん、これをやれんかったもん。あーお前さん、うんこしてきていい。あいつ絶対さ、実戦やってる間一回うんこ行くよな。そうですね、食後は絶対ですね。持ち玉が飲まれようとしております。早いな。でもどうにか1万円分は回されてますよ。結局さ、うん、銭形とかもそうだけどさ、うん、早いのなかったらもう大体天井だから。一つも面白いことが起きん。押すかボケ。さあ行ってまいります。はい、5万円目バシューン。ああさあ間もなくみんな大好き600です。はい、600いってダメだったら俺はタバコ吸うからな。あれでかいよこれ。でかいね、うん、強いんじゃない。ちょっとあら運命ランプが近かったよね。梅近しましたよ。運命ランプ近い。梅地下した？うん、あ、梅地下はこれじゃない、子役ですってだけじゃない。赤くなかった今の。ちょっと強そうではある、ね、発展の仕方が。これ緑になるよ。ならない、青のままいく。ああ三回これでいく。ああ緑か。あ、一応これチャンスアップなんかなのはずですけどね。次回予告ドン。よし、いけ、いった。違うの、もう緊張で震えていい音だね。もうビビってる。あ、来ちゃった。頼むぞ。そのままだったのね。じゃあ僕が2ゲーム目の方やりましょうか。やだなんでや。これ1個も子役引かないとかあんのかな。ダメなのこれが。ダメなんだ、うん、俺ゴブリンみたいにいけない。お、引かんかったと思ったらシューンって終わってたもん。びっくりした。じゃあ引かなきゃダメなんだ。そうそうそう、なるほど。逆にはなかったの。なるほど、うん、じゃあ絶対いけだ。ああ。なんかやだ。いやでも引かなかったから。あんな簡単にリプレイ引いとったのに。1時連続だって。うわぁ。頼む。これやね。この台これですから。あるんだ。ゴブリンだったらもう色変わっとるやつやで。なあ。で20ゲーム駆け抜けたら当たりやから。今日やれん日っていうことがもう分かったやん。飲まれたら5万、結構なことやな。俺この前7万負けた時より内容悪いからねこれ。あ、そう、うん、もうちょいやって球も出ながらの7万でしたから。6枚目や、これだが6枚目。わしの金や。赤いけよ、もう一回頼むぞ。上がってくれ、ここ上がって、上がって、上がって、ダメ、もう一回。ああダメ、
始まっちゃうよ。あーおー来たこれは当たったっぽいな。ここで3回目が、うわ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 、強そうなやつ来ました。4幕これはちょっと見たことないもんね。見たことないです、初めて。4幕です、当たりました。あ、シャワー浴びとる。レザーアーマー仕様、行きます。当たりました、多分。よし3回目頼むよ。 55% あんのやぞ。うまい。おお、うまい、めっちゃうまい。今力を入れないようにしました。ブルペンみたいに投げましたら当たりました。55,000。やっぱ市岡さんいなくなると何かしらあります。そうね、やっぱ市岡さんね、いない方がいいですよ。あんな方はね。あ、お、あ、何今の。なんか引いたねこれね。よっしゃー。乗れまた。ダメか。あーまずい。フェリーラッシュ入ってきた。わー、いっしょい。これは揃う。今チカってなったもん。チカってなりました。下金がバチェバドン。よし、とりあえず全然。あ、ダメだ。あ、ダメだ。やばい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 。もう、マクアイチャンス。ああ、310枚、やれんな。何にも見せ場なんかねえもん。見せ場あるまで帰れんやろこれ。なんか分からんけど。お腹ペコペコ、腹が減ったまる。頑張れ頑張れヤングさん。6万。ニャニャマイネ、ニャニャマイネ、ラッキーナンバー7枚です。よし、セブンユキチーズです。さあ600。はい、上がる。上がらんのか。上がった。あ、なんか誓ってる。やっか。あ、 あれこれ当たんじゃね。ええ、色変わんの。わからん。ああ、そういうやつだね。こういうやつだ。はい。ああ、赤にはいかんかったけど、これが出たと、ね、当たりそうだよね。うん、だこれが通常 C にいれば直撃が出てくるってことでしょ。そうです。いや、俺はもうそう思い切ってます。もう思い込んでますよ。当たり役じゃない。いや、これで通常目で当たるってやつ。違うかな。嘘です。チャンス目当たったやろ。さあどっちだ。なもん AT に決まっとるやろ、こっちやろ。チャンスだ、殺すかんな。チャンスゾーン。
安いだけです、うん、喋ってよ遅れ頼む。あ、引いた。うまいじゃん。うまいね、じゃねえか。うまいね。もうこれがやれるかどうかだよ。66,000。ああ、え、そうなの。そうじゃないの、まだ行くの。行くんじゃねえの。行ったろうか。何にもやれてないからな、今日。チャンスだよ、いきなり。なんだ、あるええやつやねん。あの、あれが入ってんじゃないの、バトル。いや、だからなんか大体いい時、最初こうなるからな。あー、こいつか。こいつやね、さっき参戦もつれたけどダメやったのよ。まあ、ハーレクイーンじゃなくてだけいいよ。うん、おっ、勝った。よし、頼む。今日初めて勝ちました。まず1個取りましょう。ここでも子役取る方がいいんだよね。よし、あと2回。よし、150枚とりあえず。初めて勝ちました今日。いいですね。でもさ、これあれなんか入るやつ見てたらさ、うん、やっぱ最初、おい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 来たぞこれ、ほら、なんだこれ。毎回こうなるから。そうかですよ、どんどん行こう、どんどん。そうそう、入るやつはね、勢いだから。そうなんですよ。あと2つよ、とにかくバトル。チャンス目、よいしょ。赤い上乗せはあった、20枚。おい、いいね、引いたぞ。なんか弱か強か決まっとるやろ。上乗せはある、20枚。戦えよら。2つ目の後強権。ほら、チャンス。3.5、カピタン来ました。チャンス。なるみの方が熱いとかあんの。いや、勝った。よっしゃい、頼む。おほほほほほほ、素晴らしい。頼む。まだ注射。あー、ぶちゅ、あー、ショーダー、ドーン。よし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 、オラオラ来てる。まだね、まだ全然まだですから。いいよ。よーし、進め。赤。10枚。やった。戦えよ。おお、チャンス。来た。こいつはチャンス。ディアマンティーナ先生来ました。やってやります。星4かな。初めて戦う俺。これ負けらんない。勝ったも同然でしょこれ。マサルだ、ドーン。最終戦だ。オーラー、逆転。よし、分かっとるわそんなもん。頼むよ。 50% 3連発。これはチャンス。逆転ある、逆転ある。ないのか。もう一回やろう、もう一回。もう一回、もう一回、もう一回。
強調したい強調。あとバチェバ、バチェバが欲しい。さっき緑だったけどあのソロワン買ったんや。なるほど。乗っただけやった。うん、三十枚だった。バチェバ。来た。来た来た来た。この人好き。俺も。夏目 B か。外れろ。あソロンかい。お、スタパネショーと強制か、あ、チャンスメか。あれ、乗ったらめっちゃでかいよ。2連続。ほら、めっちゃ薄いのよ。もう一回引くから、もう一回。いや、これは大チャンス。あと1個で400枚近くある、まだ。あ、青じゃダメなんだ。そろそろ青でも。1回も揃わねえよ、もう。まずい。100枚いっちゃう。ここまで来て全くレイアップ引かんかった、この200枚。あ、チャンスめよっしゃ、乗ったわ、乗った。20枚ちゃうんやって。赤い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 。バトルはある。誰出てくる。ハーレクイン以外やぞ。頼む。おー、あー、こいつかー。見よう。いけるいける。頼む。おー、2連続。これは勝ったっしょ。2連続は熱いっしょね。よし、頼むぞー。らー、お、さあ、ないの。あーあれ、勝ってもよくないですか。最初勢いよく勝っただけにな。まあ50パーだから、今4002勝だからね。ちょうどやな。ああ次勝つ番や。ああもう一回入れたらいいんやろ。逆やろ。とりあえず乗って。いった。まあ20枚か。30。行ったやろ、これ、ほら。なんだ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 。大丈夫だろう。来た来た。これ。はい。え、何？はい。はい。チャンスめ。よし、乗せちゃおう、まずは。はい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 。すごい引き見してるよ。じゃあバトルは行くだろう。うん、行くやろ。はい、来た。おらおー、カピタン 3.5。 カピタン、これはチャンス。やった、ある。勝ったやろ。ちょっとやった。勝ったやろ。大丈夫だと思いますよ。おー、しかもチャンス目、後乗せだね。うん、カピタン、カピタン。勝つよ、勝つよね。うわ、負けん。逆転ない。カピタン 3.5 に負けんの。あ、いけ、水飲も。頑張って。まずい。ここで潜ってたのが出てくるよ。出たね、出てきた。そういうことだよね。上乗せでしょう。30枚でしょかな。50枚、よかった。おいしいおいしい。1000枚出ました。300。バトル来い。あ、赤い。バトルは来そうだね。ああ、11枚だから。よしよしよし、乗んないか。乗らんかった。赤いの来てたよ。あれ、バトルは来るでしょう。本当に来ないの。赤かったけどな、あれどうなった、ね。
マジか。ああ終わった。1000枚ちょうど。なんなんそのぴったり。ここで引けば戻せるから。幕開い。ダメか。あーこれ気持ち的にはまだ終われんな。あーやったるか。うん、あーちくしょー。どれか勝ってもさ良くなかったですかあれ。最初の2回トントンってオラオラーってやったのにな。確かに。赤い開口の夜。何あれ。俺行ったことないな。これは戦国で当たるやつです。兆候じゃないの。これ天国で当たったら戻ってるとかないの。引き継いでるとかないと思うで。知らんけど。それは幕開だけやろ。はい行った1回目でも。あらら、あの連続演出か。連続演出だ。あもう赤な。これ悪魔もう復帰のやつがいい俺。いや分からんけどこれもしかして引き継いだりしないの。しないやろ。そんなええわけないやろ。緑のまま行ったけど1幕か4幕じゃなかった。しゃいなんか分からんけどまたやるぞ。まだお坊ちゃま無事でよかったですよ本当に。うわ、まあまあこれだよね。頼む。じゃあ頼む。青だ。これ慎重にやろう。頼む。いったんじゃないこれ。おっしゃーうまっ。さあら戻したぞこの野郎。ちょっと増えましたこれ。こっからだ。こっから集中して自分の台。はい。なんでわかった。隣のチャンスゾーン見てないの。なんでわかった。見てただろ。ずっと見てたよ自分の。あ、枚数は引き継いでる。あ、そうか。100ゲーム以内だから劇場ジャッジも引き継いでくれよ。それは無理やろ。だってもうゼロやもん。終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃう。あー66枚増えた。なんとかならんのかよこれ。やったうまい。今日2回目。おう18パー行ってきまーす。お帰りなさいヤングさん。珍しいタイプの球の増やし方したからくりでな。この人じゃこういう台じゃないんですよ、ね、違うんです違うんです。この人う違うんです。砂渡りで1000枚出しとる。渡る。ほらほらほら。あ、来たりか。あ、ハーレクイーンか。ハーレクイーンかよ。勝つたまには。お、先制攻撃。もう一回。ダメか。おお、来た。
ウイン入ったよ今。勝てるやろ、オラ勝つんじゃね。うん、オラおっしゃ勝った。また一からやり直しますか。いや1個1個取ろう。そうですね、やれとるぞやれとるぞ。ハーリークイーンは入り勝ちやすいとかないの。ない、50パーや勝った時は50パーや、ないそんなん。100枚、勝っただけ。逆転があってもいいじゃんね。これさ、ハーレクイーンに1回でも勝てばさ、次から出てこないとかないんだよね。ないないんだよね。ないそういうんじゃやってないんです。俺ら今3戦連続負けとるやろ、2分1。そうだね、2回連続勝っていい気になってたら、あーおっと、そろそろマジ頭くる。青は出なくていいよもう。そうね、来たー、よいしょ。強調やろ、50か。煽ってる煽ってる、青だけどな、まあ、バトルは行くっしょ、うん、誰や あカピタンや。 3.5 カピタン、よし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 、カピタンには勝ちたい。カピタン負けとんのか。よしよし、今度はもう真面目にやろう。お願いしますお願いします、100枚が欲しいです。消えた。いやこれ必ず消えてる。あ、そうなんですか。はい、あー怖っ。うわー4連敗、4連敗パピタに勝ったのに。バカ、出てた。ああ、なんで知らん知らん、なんで知らん。1500枚出たぞ。この人珍しいな、なんなんだ。頑張りまーす。こうやって、ほら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 、あらららら、ほらカラクリサーカスはこうやって出すんですよ皆さん。違うと思うんだけどな。ああまた頑張るぞ。何回目だよこれ。マクアイプロ頼むよ。おい違うって。なんだ違わへんよ。どうやって出したってやろな。早く 7. 何枚うるせえわ。わしの俺は 2.8 でじっくりやりたい。150を乗せていきたいの。そいでええやろがお前。おもろすぎるて。こんなことあります。本当にまあ引けないよこれ。 18% の鬼です。すごいな。あーおもろ。あと10回戻して3000枚出しますから。ほんでチャラや。あやったるぞこの野郎。おもろすぎるだろこれ。ちょっとなんか全然レア役が引けなくなってますけど。そうね、あんだけ俺チャンス目と強中の鬼やったのに。やっぱ全部あの終わった幕開チャンスに取っといてあるからな。
幕外に振ってるから。そう今じゃねえっつってな。ああ終わった。さあ幕外プロ頑張ります。なんでここだけやれんのよ。150枚のセット継続タイプなんで。なんですそれ150枚のセット継続タイプですこれ。今継続率めっちゃいいからね。これもうこれ出た時点で嫌な予感したのな。嫌な予感ってことないやろお前。引くんだろうな。当たり前やないかお前。天才じゃねえ。そうな天才なんですよ。マジ天才じゃねえ。やるぞーら次300が控えてるからな。何連続だろうこれ。4連続ぐらいじゃないなんだこれおい。ああ笑かしてくれよ頑張るぞ1回も勝ててないうるせえゲーム性を変えた男がここにいたわ。こんなんじゃなかったのにね。こんな動画ないんじゃない他に。さすがにだけどそれがなんなんみたいなっていうのもあるけどさあでもいつか来るからねこうやってれば。本当やで1800枚まで来たよ。終わっちゃった。あさあプロ出番です。なんだこんな一回これで行ったことあるよねこの人出てきてね。お2000枚出たぞ2000枚これで2000枚だいたい1000枚増やしたからなこれでなおーやったるぞーらおー終わんねえぞーらマジでおこんな引きをやるつもりは俺はなかったんだけど。あチャンス目だからこれないバトルも行くかもね。ねあー面白い2000枚出たほんとすごいよこれほらほら後期おいいね 3.5 勝ちましょう。カピタンには勝ちます。勝ちましょう。カピタンには勝って1000枚もらいます。1回勝ちましょう。1回勝ってどうこうしてたらさ。いやほんとよシャラあるもんね。ああ勝ったね、うん、先制だもん。ああ完全にヤングさんがカピタンに勝ちました。あとは劇場ジャッジカピタージョーンやりました勝利。3ゲーム目に子役も熱いんだって。そうですことですね。とにかく子役引いた方が熱いと。あーダメか。いけ行くよ。うっそこんな負ける。5連敗あ2連勝して5連敗あとっくにやれとってよくないですか。これ本当ですよ。なんでここだけやれるんやろな。あー劇場ジャッジ勝てねえな。マクワイチャンス引くな。引くな。4ゲームしかないんだよあれ。2000枚超えたあーすごい終わる2000枚突破。あーすごい。あーダメ終わった。うわーできんなー。どうなっとんのや。さすがにね。あ、か
帰るか帰ろうかな、これやれた方だよう分からんけど、あー半分より戻ったよね、うん、4万は返ってそうか、でかいな、6万6千使って4万戻しぐらい、上出来でしょお疲れなんだかよくわからない実戦でしたね、マックアイプロップリがすごかったです。いやいや、よくわかる、あれ普通はあんだけやって戻してるうちになんか起こすんやでな結果なんか4000枚出ましたわーみたいになると思ったのに、ただ100なあ、あれ俺日本記録保持者だったんやあれな、本当になあ、本当になあ、ちょっと挑戦者を求めよう、ようわからん、こう数えてないけどすごいよ ね、うん、ねやりましたよ、いややってないんですけど、タイミングよね、あの2個取ってた時は幕開失敗して2個は消えてからの連チャンだからね、ほんそれな、おということで結果夢の 7.6 枚はね、ちょっと多かったな、打ち込めなかったんですけど、いや、6万6000使って4万戻り、あ、はい、2-5負けぐらいか、2-7ぐらい負け、あ、なるほど、あのね、ちょここゴロゴロするわけにもいかないんですよ、やっぱ3万ぐらいの負けではね、そうなのよ、まあまあね、ほんとよくわかんねえな、ほんとな、俺は、ね、相当おもろかったやれるんだかやれるんだか、はっきりしろよっていうな、意味がわかんねえずっと、よくわかんない、ほんとね、すごいよ、面白いことありましたよね、なんかね、若干モヤモヤした気持ちはね、残りつつなんですけどということで、今回の実践こんな感じでございます、ご視聴本当にありがとうございました、失礼します。今回も最後までご覧いただきありがとうございます、よろしければチャンネル登録お願いいたします、面白かったらいいねボタンもお願いします、社員一同の命運がかかっております、ぜひまた見てください。